はい、皆さんおはようございます。本日は福島大学オープンキャンパスにようこそお越しありがとうございます。そして、経済経営学類の学類説明会に来てくださってどうもありがとうございます。私副学類長の熊澤と申します。本日よろしくお願いします。さて、まずですね、始まる前にこのアナウンスをせよという指示がありました。はい、オープンキャンパスの事前申し込みをしていなかった高校生の皆様は当日申し込みにご協力をお願いします。福島大学ウェブサイトのオープンキャンパスのページから当日申し込みをすることができますので、当日申し込みへのご協力をお願いします。ウェブサイトからの申し込みが難しい際は総合案内までお越しください。ちょっと暑いですけど、外のテントがありますね、あそこです。はい、よろしくお願いします。事前申し込みをしていなかった方の当日申し込みをお願いしています。ご協力ください。はい、経済経営学類とは大丈夫、見にくいですか、ですかね。経済経営学類の説明になります。はい、100年の伝統と未来への革新というふうに言っていて、2022年にですね、 100周年を迎えて、まあ、大々的にいろいろお祝いをしたんですけれども、はい、ここに、福島高等商業学校っていうのが書いてあります。日本で7番目の高等商業学校として大正時代ですけどできています。で、このロゴ1922って書いてあるんですね。で、ここ1921って書いてちょっとこれなんだってなるんですけど、申しましょう。1922年に最初の入学者を迎えています。つまりこれをもって開設というふうに考えるか、1921年はその前に東北経済研究所というものを作っているので、これの設置をもって設立とするかっていう、ちょっとそういう微妙な問題なので、あんまりこれ以上突っ込まないでほしいんですけど、1922年って言っちゃうと7番目が嘘になるっていう、こういうことなので、7番目であるということを言うには入学者が生まれる、発生するその1年前の21年を取っている。ウィキペディアには21年で7番目って書いてくれてるんですけども、こういうことでロゴとの齟齬はこれで忘れてください。古い大学だということをご理解ください。はい、経済経営学類が育成する5つの力ですけど、もちろん大学ですので、経済経営学の経済学と経営学の専門知識というものですね。それからエビデンス、証拠、きちんと根拠ですねに基づいて、論理的に思考する力、論理的にものを考える力というもの、それからフィールドを通じて社会の課題に主体的に取り組む力、グローバルに考えて思考し実践に進む力、それからキャリアを見据えて自立して、それから自立、一人で立つだけではやっぱり世の中成り立ちませんから、共同する力というものも、まあ、私たちは謳っています。そのためのカリキュラムとして、まあ、骨太のものを作ってきます。シンプルですけども、しっかり真面目に考えて作りました。リテラシー科目というですね、基礎的な経済経営学類、経済経営の基礎的な専門知識を学ぶ科目、それからコースモデルというものを作って、経済学のコースでも経営学のコースでも、まあ、相互に関わりの深い勉強ができるようにしてあります。それからフィールドでに行くという機会をすごくたくさん用意していて、まあ、アクティブに学ぶという道を、まあ、作っているということですね。それから経済学、経済経営だからこそ学べる働き方、それから暮らし方というものも重視している、まあ、特にこれ私専門分野なので私がこうやってるんですけども、働き方と暮らし方っていうのは、本当は暮らし方のを先に書きたかったんですけどね。はい、こういうのを学類カリキュラムのポイントとしております。
まあ、それを図師というか、図師してもあんまり分かんないですかね、専門知識の習得と現場での実践というものを含めて、合わせて、そしてそれを少人数でかなり徹底して少人数教育を心がけるということと、それからグローバルな人材育成、海外外国と接する機会というのをできるだけ多く作りたいというふうにカリキュラムを作っています。そういったものが、世の中で通用するような能力を育成することに、まあ、役立つのではないかというふうに考えているということです。その専門知識の習得なんですけれども、はい、私たちが発行出している学士号は経済学士号という経済学士号です。はい、この専門能力を身につける必修科目として、先ほど言いましたリテラシー科目というのを作っています。リテラシー科目の A に含まれる、これは1年生の前期からもうすぐに始まるんですが、リテラシー科目の A に含まれる科目は全部取らないと卒業できないという位置づけになっています。全部頑張って取ってくださいということです。まあ、いずれも役に立つという考え方です。入門マクロ経済学、入門経営学、ミクロ、入門のミクロ、簿記概論の1、政治経済学の入門、それから統計学の入門科目です。そして次の、その後リテラシー B という科目に進みます。これは歴史と経済から基礎経営学1に多文化理解、ミクロマクロ、世界経済論、地域と経済、入門会計学って、こういう科目を並べておりますが、ここは9つの中から7科目は取ってくださいと。どうしても苦手っていうのは避けても、まあ卒業できるようになってるんですけど、この9つのうちの7つは取ってくださいっていう、これがこれをもって私たちはリテラシー、つまり経済経営学類の専門、失礼、経済経営学類の専門の勉強に進むために必要な前提っていうのがここでを身につけてもらうという、そういう構成になっています。で、2年の後期から、大学の言い方で言うと4セメスター、第4セメスターですけども、2年の後期からコース、モデルに属する、まずコースに属するというふうに考えてください。さっきのリテラシー科目の、中の、まあ、経済学の分野で、どちらかというと経営学の分野とあって、どっちが特に面白かったかっていうことを考えて、どれだったらずっと続けて、どういう領域だったら続けて勉強できるかっていうことを意識してください。で、このコースを選びます。経済学と経営学、そしてそれぞれの中に経済理論モデル、グローバル経済モデル、それから経営学コースの中には地域経営モデルと会計ファイナンスモデルという、こういうモデルを用意しています。そして全体を貫くように、これは全員がというわけではありません。特にグローバルに勉強したいと、外国のことを外国に行ったりですね、外国語のこうさらに深い深く難しい外国語の勉強をね、しっかりしたいという人はグローバルエキスパートプログラムっていう、こういうのに参加することでいろいろな機会が持てるようにしてあります。経済学と経営学を、横断的多角的に学習できるということ、それからモデルを参考にすると、このモデルっていうのは科目群からなっています。これで効果的に勉強できるだろうと。それからやはり先ほども言いましたけれども、少人数演習によって専門的な学習をするという、こういうことを目指しています。はい、では、その現場での実践のところを具体的にお話ししますけれども、これは主としてゼミの単位で動いてこういう勉強をしているんですけど、これはベトナムの工場にゼミで参加して工場見学をしている。これは町おこしのために、本当にその村の集会所で地域の人を交えて研究発表をしているところですけど、それぞれのゼミが、こういうゼミ、一つ一つのゼミがあるわけです。はい、問題解決能力の養成と
いうことを謳っていますが、フィールドスタディとかアクティブラーニングなど能動的な学びの場を多く用意するということにしています。地域フィールドでのマーケティング実践とか、地域観光のための施策の実践とか、世界を舞台にしたさまざまな活動などです。ちょっとじゃあ具体的に言ってみましょう。地域経営まちづくりをやっている、村上先生という方のゼミでは、道路空間の活用によるにぎわいづくりっていうのを会津若松市で試みています。地元の人たちと意見交換をしたり、それから実証実験の様子、実証実験をしたりという、こういう活動をゼミでしている。労働問題現代資本主義論を掲げている三河本里美先生のゼミではですね、文献購読とフィールドワークを両方行うということです。ここは、大きい問いというよりは細かい小さい問いをいくつか立てて、課題を立てて、それを一つ一つ学んでいくっていうスタイルをとっているんですけれども、なぜ格差が生じるのかとか、なぜ飢える人がいるのかとか、食べ物が捨てられるとか、フードロスですね、長時間労働が生まれるのはなぜか、豊かにならない、こんなに働いてるのにという問いとか、気候変動が進んでいるのか、まあ、ちょっといろいろ入ってるんですけれども、こういうゼミのゼミ生の問題関心に合わせて文献購読をしながら、同時にフィールドワークとしては福島労働局県労連、それから労働市、福島市役所の子ども未来部とか、スクールカウンセラー協会とか、就労支援の B 型事業所、A 型 B 型ってあるんですけど、就労支援の B 型事業所なんかの、にを訪問するというゼミ活動をしているゼミです。吉田樹先生という方はこの道ではすごく有名な方なんですけども、おちょこバスプロジェクトっていうのをやってます。これは会津塗りのおちょこっていうのを用意して、これが街中周遊バスの一日乗車券になるということで、乗車券のおちょこでそのまま酒蔵を巡ると、酒造の像違いますね、酒造蔵っていう字です、これ本当は見つけてしまいました、ごめんなさい。はい、で学生と地域の連携によって観光施設を作るということですか。おちょこバスっていうこういうチラシを作って、かなりこれは実績のある何年も続けている活動です。佐藤先生、佐藤先生のゼミはですね、これは近代経済学の手法を使ったゼミですから、数学を使うタイプの経済学ですけど、ガソリン価格はどのように決まるのかっていう問いを立てて、県内のガソリンスタンドを学生と訪問して、その価格を調査します。福島県、福島 のガソリンって、車自分でガソリン入れたことある人は、まあ、高校生はいないと思うんですけど、割とこうね、なんか微妙な値段でですね、悩ましいんですよね。あれは一体なぜなのかっていうことを調べるという、分析をすると、そして、学術誌に、掲載されるというアウトプットも出している、そういう面白い活動をしているゼミです。まあ、こういうふうに、これ代表的な例なんですけども、いくつかその実際フィールドワークをやって、特に地域に関わるフィールドワークをやって勉強をしているようなゼミもあるし、でもみんながみんな町に出ろっていう出なきゃいけないっていうわけではなくて、椅子に座って本を読みたいという人がいれば、もちろんそれはきちんと椅子に座って本を読むゼミもあります。私のゼミがそうなんですけども、まあ、調べにも行きますが、椅子に座って本を読むことが多いゼミっていうのもあります。それは好みなんですけれども、こういうところで紹介するのは、椅子に座って本読んでる写真見せてもあんま面白くないですから、こうやって外にこう出かけていってる写真というのを特に強調しました。経済経営学類では、あ、ちょっと学類の話に戻りますね。経済経営学類ではこういう外部連携科目というのも数多く用意しています。財務指標監査、まあ、ちょっと難しいタイトルですけども、会計の勉強をしている人
するつもりの人は避けて通れない科目なんですけども、財務諸表監査を公認会計士協会の東北支部の連携講義としてやっています。それから租税法概論、これは東北税理士会の福島支部ですね。それから証券市場論、野村証券の提供で証券市場論をやっていたりします。これは割とどれも写真を見ていただければ分かりますけれども、受講生が割と多くて人気のある科目なんです。はい。でキャリア形成について、キャリア形成はどの大学もやっているので独自性出すの難しいんですけども、それでもキャリア形成についてのカリキュラムっていうのは、私たち、ちょっと気を配っています。私とさっき言った三鴨本先生とかが労働問題の教員ですし、こんなふうにやっています。キャリア形成論、この名前の科目は、どの大学も作りなさいでも文科省に言われて作ってるはずなんですけれども、うちもそれでやってるんですが、いろいろ紆余曲折ありまして、私が今年からやっています。キャリア形成論、働くことの意味を考えるというこういう科目なんですけれども、いろんな先輩とかを呼んできたり、経済経営の教員がそれぞれ得意分野で皆さんの働くということに関わる話をするという、いろんな先生が入れ替わり立ち替わりしゃべる科目です。で、私ちょっと今年工夫して自慢したいのは、私の声がかけられる卒業生に来てもらいました。割とこういう科目ってですね、どっかの偉い社長とかがですね来て話すんですけれども、あんまり多分ね面白くないと思います。そんな50とか年齢差別するわけじゃないですけれども、そんな偉く年上のですねどっかの会社の偉くなった人が自分はこう頑張ったみたいな話をするよりですね、僕は考えたのは、一番で年上でも出て10年僕のゼミを卒業して僕のゼミの1期生だから15年ぐらいですかね、もうだいぶ前だけれども、頑張って働いてる人1人、それからもう1人は出て4年ぐらいの子なんだけど、この人たちが、どんな仕事をどんなふうにやってて、どんな苦労があるかとか、どういうことを大学時代に考えて勉強して、それがどう役に立ったかという人で、その5年前、4年前に卒業した子はですね、さっき のヒューストンに行って、ヒューストンのワークエクスプレスアブロード、あれに参加した子でね、ヒューストンで家建てたそうです。で、大丈夫かと思って、君の建てた家は建ってるんかな、今でもっていう感じなんですけど、なんかそういう、あれですよね。公共住宅のを供給するところに行ってですね、屋根張ってきたらしいんですけど、そういうこともできるっていうことですね。で、そういうところでいろんな積んだそういう経験が、福島大学でやった勉強の経験が今の仕事にどんなふうに役に立ってるか、役に立ってないように見えるけどどんなふうに中でつながってるかというような話をしてもらいました。キャリア形成論という科目です。それからもうちょっと進んでキャリアモデル学習、これはさらに、いろんな分野で働く人たち先輩に来てもらって話を聞くという、現場の声を聞くっていうことを主眼とした科目です。そして専門科目の中に入りますと、人的資源管理論、労働経済、労働法と、こういう専門的な働くことについての専門的な専門科目っていうのがあります。労働経済が私の科目なんですけども、はい、専門的な、もっとキャリア形成論みたいにどう生きていくかっていうことよりは、もっとこう本質的なですね、本質的というか学問的に賃金の決まり方とか失業とかそういうこと、それから労働法だったら労働基準法についてとか、そういうことを専門的に勉強する科目が専門科目群としてあります。で、これ、暮らしと仕事と大学生というのがですね、これがこれも私の科目なんですけど、これは、専門科目ではないのですが、
基盤教育科目として全額に提供している科目ですが、経済経営学類の提供科目なんですね。これは先ほど一番最初学長がですね、学生の間は失敗してもいいけれども社会人になったら失敗したら怒られるっていう話をしていましたが、私そもそもの考え方として学生と社会人を区別しちゃいけないと思ってるんです。っていうのは社会人、学生っていうのは社会人でなかったことなんてないんですよ。私たちおにゃって生まれた時から何らかの意味でずっと社会人だし、二十歳になったら年金のことを考えなきゃいけないし、健康保険の被保険者だし、お買い物したら消費税払うしっていうことだから、そして大学もまた社会だし、大学もまた社会の中にあるって考えれば、アルバイトだとか社会保険とか納税っていう点で実はもう皆さんすでに立派な社会人なのよ。なのであんまりそこ切り離さないで、世の中に生きている大学生、そしてさらに卒業した後さらにどっぷりとその世の中っていうものとの新たな関わり方をするみたいに考えてほしいので、なので暮らしと仕事とあえて大学生を名乗っているんですが、これも、広い意味では経済経営学類が提供しているキャリアを勉強するための科目の一つだと思ってください。卒業生は有名な会社、よく知られてるだろうと思う会社をずっとこう並べました。これ B2C の会社が多いですよね、やっぱりね。B2C というのはつまり、消費者向けの商売ですね。つまり多くの人が あれ知ってるっていう名前が分かるような会社のことです。つまり消費者をお客にしているような商売ですよね。アクセンチュアはちょっと違いますけど、 JR とか野村とか第一生命とか NTT ヤマト、それは知ってるっていうのは看板があって広告をやってて私たち自身が客になる可能性があるから知ってるわけですよね。なので B2C の有名な科目、企業を並べていますが、実は企業ってずっと B2B、 つまり会社を、事業所を相手にする商売の方がずっと多いのです。実は当然ですね、私たちが買うことはないけれども、会社はその会社から物を買う。例えば部品メーカーなんて、私たち部品ってそうそう買わないけど、部品っていうのは物を作ってる会社が買うじゃないですか。そういうふうに企業相手の企業っていうのもたくさんあるんですね。でそれは皆さん就職活動でもあんまり考えないんだけれども、就職先としてとっても重要なんです。ただこれはどうです、知ってるでしょっていうためにこういう企業が上がっているんですが、これだけじゃないんです。でもここにあるような会社に学生は就職するしています。就職率は 97.5%。 このデータですね、書いてなくてごめんなさい、22年度末に卒業した人のデータです。23年度末、つまりこの間の3月31日に卒業した人のデータは今計算中なので、こういうふうにきれいにまだ出てないということで、さらに1年前のデータでお許しください。ただ、あんまり体制は変わりません。こういうふうに、細かくて見にくいかもしれませんが、こういうふうにこんな業種にそれぞれ行っています。で注目してほしいのは、確かに国家公務員はこの年2名でちょっとだいぶ少ないんですけど、地方公務員にですね35名ですね。地方公務員35名ってことは214ですかね、卒業者214の卒業者に対して35名ですから、1割を超える人は地方公務員になっています。ここをちょっと強調して、本日の強調したいと思っているんです。隣の学類は決してディスるわけではないですよ。 ですけど隣の学類と競合している部分であることは確かなんです。多くの人が公務員になるってなると行政政策学類に出願するんだけど、多くの人ずっとそう伝統的にそうなんだけど、経済もちゃんと公務員になれるようにしています。公務員になれます、経済でも。そしてさらにここだけの話ですよ、カメラ止めてほしいぐらいですけども、経済経営が分からずに何の役人かと僕は言いたい。役人になりたかったら経済経営勉強せなあかんに決まってるやんけって、こう
ここ声を大にして言いたいんですけれども、あまり大きい声で言うと経済、行政に聞こえるのでね、それに法律とかの勉強ももちろん必要ですからいいんですけど、覚えてください、経済経営学類からでも公務員にはなれます。はい。で、地域で言うと卒業生は確かに、福島県と、それからやっぱりマーケットとして大きいですので、東京都に就職する人はこれだけいますけれども、案外全国に行っていますよね。少しずつだったら全国からも学生来ていますから、就職先はかなり全国に渡っています。かなり全国いろんなところに同窓会組織があったりしてびっくりするんですけども、はい。では、気になるとこはここかもしれません。入試ガイドです。ただ入試についてはですね、いろいろ細かいことを注意してよく注意して検討していただきたいので、本日おおよそのことを知ったら、理解されたらですね、細かい情報仕組みとか出願の日とかそういうことについては福島大学のサイトに入試のページがありますから、そこで必ずきちんと確認してください。それをお願いしたいんですけど、ざっと、私たち、学類教員としては今日お伝えできることっていうのは、徐々にどの大学もですね、この一般入試っていうのが減ってきて、徐々にこう減らしてきて、年内入試っていって12月で年が変わる前に、何だったらもう一番早い人は夏ぐらいの間に、夏過ぎぐらいの秋口とかにもう行く大学決まって、ホッとする人がたくさんいる。学生さんも高校生の皆さんもそういうふうに思うし、思われるし、大学の方もね、ドキドキしなくて済む、早いうちにこう学生確保しちゃって安心できるっていうところがあるので、今後未来永劫を前期114名、後期40名っていうこの規模で一般入試をやり続けるかどうか分かりませんが、差し当たり、来年度今年度中に行う入試については154名、一般入試の枠で154名を予定しています。これ154名ぴったりというわけではなくて、合格者はもうちょっと出すんですけれども、定員としては154です。そしてそういう偉そうなことができる大学ではないんですけれども、154以下で線を引くことも可能性としてはあるんですけど、まずないです。ちょっと多めに取ります。これ約束はできないんですけど、通例ずっとそうしています。で、個別学力検査は英語と小論文です。入試に関わる仕事も前にやりましたから、英語の問題も丹念に見ましたけれども、私自分たち言うのもなんですけど、よく考えられたいい問題だと思います。いろんなスタイル の出題形式の問題が混じってるんですけども、割といい英文を読んでもらった上で長文の問題もあるし、作文もありますし、並び替えるとか融合もありますし、バランスを取れたいい内容の問題が用意されていると思います。小論文については私出題採点もしたことがありますが、小論文、福島大学の経済の小論文で人気ないというかですね、敬遠されるんですね。難しいっていうふうに言われてると思いますが、難しいとしたら、それはまず出題する人たちは頭をひねってできるだけいい文章を読んでもらいたいと思って準備しているっていうことが一つあるんですけど、もう一つは受験生の皆さんの方に大きな誤解があると思うんです。これ今日一番大事なことですからメモして書いてください。特に小論文やってる人はいいですか。多くの人は小論文の解き方、答え方を間違えています。私たちがこの人は合格させたいと思って高い点をつけるのはどんな答案か、小論文のどんな答案かっていうと、まず問題に答えてる人です。つまり用意してきてこういうことを書こうと思ったことにですね、無理やり結びつけて用意したことを書いてくる答案っていうのは、僕たちは正直言ってほとんど評価しません。この人は
今日ここで読んだ文章について持ってる知識を動員しながら、ここ要約しなさいとかですね、これはどういうことか説明しなさいっていう、その問題文に対して丁寧に答えてると、少々文章が下手でも、あ、これは教えがいのある学生だっていうふうに思って高い評価をします。で、その問題には、その問題文には、設問には、皆さんこれまた誤解してるんだけれど、決意表明は求めていません。つまり、こう頑張りたい、こういうふうに目指したいっていうふうに、皆さん自身の決意表明を求める出題っていうのはほぼないです。絶対ないと言っていいでしょう。ところが、決意表明書かなきゃいけないと思ってる人いるんですね。私はこうしたいとか、例えばその多文化理解とかの話になったらね、外国人と仲良くしたいとかさ、そういう、まあ、いわば当たり前のことなんですよ。喧嘩するつもりで外国人と会う人いませんから。そうじゃないんですよね。こうしたいとかで書いてくれる必要は全くないんですよ。そういうことを書く必要のある設問ってないんです。それから、政策提言求めていません。こうすべきだ、こうある、こうした方がいいっていう、あなたはこの問題を、例えば所得格差をどうしたらいいと思いますかなんていう出題はないです。そんなことは、だって出題している人間にも答えられませんから。ですから、所得格差をなくすためにこうすればいいというような政策提言を求めていないし、問題はそれを求めていないのに一生懸命書いても、やっぱりダメ、答えてない、そんなことではないんだってなります。いいです。だから、よく読んで問題に答えるということ、それから決意表明書かない、政策提言しない、こうあるべきだとか書かない、そんなこと書かなくてもほぼきちんと満点になるように設問は作られているもんなんです。これ全国のですね、私たち学会というところで同じ仕事をしている同業者とよく話をします。どの大学の、つまり副大よりも入るのが大変な大学もあれば、そうでもない大学もあります。どの大学の先生でも小論文の取材経験のある人は、決意表明いらないね、政策提言いらないね、それから準備した、何があっても少子高齢化に結びつけて書こうと思って用意してきて書いても、少子高齢化聞いてないからこの問題はっていうのはあるよねってなります。そういうのを評価しない。今言ったこと、副題を出願するためにとても役に立つ知識であり、そして他のところで小論文の試験を受けるためにもとても役に立つ知識のはずです。これ自信を持っています。はい、ちょっと小論文長くなりましたが、A 推薦 B 推薦は、25-25ですね。平均評定平均 4.3 っていうのを求めています。外国語とか検定要件は簿記、 B はそうですね。こういうふうにそれぞれの要件があるので注意してください。総合型選抜、中途半端ですけど11人という設定にしています。これはちょっと長丁場の入試なのでね、なかなか大変と思うかもしれませんけれども、一つこう挑戦のしがいがあるところです。特に第三次選抜で共通テストをちゃんと受けてくださいよっていうふうに、特定の指定した科目を受けてくださいよっていう要件を課しています。はい、細かくは、今年度実施の入試については本学ウェブサイトで最新情報をご確認ください。